不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。花の女性出身の不動産大学、定期建物賃貸借と定期借地権編ということで、このチャンネルは完全独立で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日やりたいのはですね、定期建物賃貸借とか定期借地権とかその辺なんですけども、この辺知識ごちゃごちゃになってるって方いらっしゃいませんでしょうか。これ借地借法の部分っていうのは権利関係の中でもですね、非常に数少ない特典権というふうに言われているんですけれども、言われすぎてですね、最近問題は結構難しくなってきております。なので、どういう問題が出るかというとですね、ちゃんと意味を理解して覚えていないと、ただ丸暗記している知識だけでは点数が取れなくなっております。どういうことなのかというのはですね、今日この動画を見ていただければわかると思います。ということでですね、早速コメントをご紹介します。こちらです。さやかと5361さん、ありがとうございます。田中先生、はじめまして。いつも楽しく学ばせていただいております。ということでですね、ありがとうございます。まずはですね、ご質問いただいている問題からですね、やっていきたいと思います。こちらです。A 所有の公土地につき、令和 X 年10月1日に B との間で、賃貸借契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借法の規定、並びに判例によれば正しいものはどれか。いますよ。本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取の請求をしないこととする旨を定めるには、A はあらかじめ B に対しその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。はい、どうでしょうか。はい、この問題ですね、ちゃんと理解して覚えているかどうかがですね、すごくわかる問題なんです。さあ、いきますよ。答えいきますよ。答えは、はい、×でございます。これ、なんとなく丸にした人いませんでしょうか。なんとなく丸にした人要注意です。なんとなく×にした人もですね、明確に分かってなければよく聞いてください。では、コメント続きいきますよ。こちらです。とありますが、建物の所有目的なのだから、定期建物賃貸借契約の話ではないかと思ってしまい、回答を何度も読んでもピンときません。自分がちゃんと理解できていないだけかと思うのですが、教えていただきたいです。ということでございます。はい、この方と同じような感じでですね、定期建物賃貸借を連想した人いませんでしょうか。定期建物賃貸借だから、住設の他に必要だから、これ書面で出さなきゃいけないから丸だろうっていうふうに思ってませんでしょうか。これですね、見事に引っかかっております。出題者側の思うツボでございます。ではですね、ここで皆さんにお聞きします。この問題、定期建物賃貸借契約の問題だと思った方、手を挙げてください。はい、いらっしゃいますでしょうか。なんとなくそう思って答え出したっていう方いませんか。はい。ズバリ違いますよ。はい。これ問題文をまずよく読みましょう。これ、公土地につき賃貸借契約を締結しています。これがですね、本契約なんです。ということは、この本契約っていうのは何かというと、借地契約ですよ。借地ですよ。借家じゃない、借地契約です。で、選択肢の中では何て言ってるかというと、本契約、つまりですね、借地契約が建物所有を目的としていて、更新がなく、建物の買取請求をしないことと定めるというふうに言っているんでございます。つまりですね、これ設定しようとしているのは借地権なんですよ。建物関係ないです。設定しようとしている借地権がですね、何なのかというと、これ選択肢から読み取っていただきたいのは、一般定期借地権か事業用定期借地権の話なんだなっていうことがまず分からないとダメです。これが分からないということは理解できてません。丸暗記になってます。もう一回テキスト読み直してください。問題文と選択肢を読んだ段階で、ここまで気づいていないと正解にはたどり着きません。もしここまで分かってなくてですね、×っていうふうにした方はですね、意味がありません。ここから先よく聞いてください。で、この場合ですね、定期建物賃貸借契約のようなですね、重説とは別の事前説明っていうものはないんですよ。見事にこれ引っ掛けられております。これ仮にですね、一般定期借地権だった場合は、こちらです。公正証書等の書面でやらなければいけません。公正証書等ですよ。だから書面ですけど、公正証書ではなくてもいいです。この等っていうのはですね、こう試験対策上もそうですし、こう実務でもですね、契約書で私、等っていうのはすごくよく使います。これいろんなことをですね、こう広げて解釈するためにですね、何々等っていう、この等はですね、契約書をですね、作る観点からものすごく重要です。これはもう実務的なお話になってきますけども、で、宅建試験上でもですね、これ等が入るか入らないかで、意味が全然違うっていうことを頭にですね、よく入れておいてください。で、事業用定期借地権だった場合に関しては、公正証書のみです。これには等が入りません。等が入るか入らないかで意味が全然違いますので、ご注意ください。で、このような条件があるんですけども、書面による事前説明っていうもの自体は不要なんです。どっちの場合でも。それはですね、定期建物賃貸借契約の場合のお話です。で、この問題はですね、定期建物賃貸借をですね、連想させるような選択肢にあえてしてるんです。ただですね、これよくですね、問題文と選択肢を読んでいけば違うということがわかります。これですね、定期建物賃貸借をですね、こう連想してしまうと、そこからですね、書面による事前説明っていうふうにですね、こう知識が変な風にリンクしていっちゃうんですよ。そうすると、この選択肢がですね、丸じゃないかっていうふうに誘導されちゃうんですね。巧妙な引っ掛け問題になっております。
なのでそういう曖昧なイメージだけを持っている受験生をですね、引っ掛ける問題っていうのは本当によく出ます。こういうところでですね、合否が分かれてきちゃうんです。さあではですね、ここでちゃんと理解できているかどうかをですね、問題で出します。いきますよ、全員スタンダップ。問題です。この表に当てはまる数字言葉をすべて答えなさい。レディーゴー。さあ、どうでしょうか？いきなり問題出てびっくりしましたか？今後こういう感じのですね、穴埋め問題っていうのはですね、時々挿入していきたいなというふうに思っております。これ穴埋め問題っていうのはですね、本試験で出ないからやってもしょうがないんじゃないかみたいに言う人たまにいるんですけどもですね、大間違いですよ。これが解けないということは理解ができていないということですから、過去問を丸暗記しているだけの人はこういうのが解けないんですよ。それをチェックするのにですね、すごく有効なんですね、こういうのは。穴埋め問題とかっていうのは非常に有効なんです。では答えいきますよ。まずこちら、一般的借地権。これはですね、存続期間がこちら。はい、50年以上でございます。そしてこちら、はい、公正証書等の書面で行います。そしてこちら、契約の更新をしない、これがですね当てはまります。続きまして、事業定期借地権、これはですね、存続期間はこちら、10年以上50年未満でございます。そしてこちら、建物譲渡続約付き借地権、こちらの方はですね、存続期間はこちらです。はい、30年以上です。はい、全部答えられましたでしょうか？これはですね、非常に基本的な知識なんで、頭に必ず入れておいてください。これがですね、頭に入っていないと、さっきみたいな選択肢が出た時にですね、どれに当てはまるのかわからないので、答えの出しようがなくなっちゃうんですね。なので、ここに関しては必ず覚えてください。これ慣れてくればすぐパッと思い出せるようになりますので、必ずですね、頭に入れておいてください。ということでですね、今日後半の動画では、これらの知識を持ってですね、解ける問題をですね、一気に連続で出していきますので、この後半の動画とセットで見ていただくことによってですね、ここのところを徹底的に強化できますので、ぜひですね、このサムネイルクリックしていただいて、2本目の動画必ずついてきてください。それでは行きましょう。